タレ入れて。今から友達と遊ぶから無理。なんでダメなの。いや、ほんまに友達とさせて無理やから、今日はほんま。もうやめろって、もう。何しとん、ちょっとうるさいんやけど。やめな、どうしたん。わぁ、渡るが入れてくれへん。渡るお兄ちゃんなんか入れたりよ。いや、違うって。あの、友達とアリーナしたいから。たまには入れたりな。もうたけるちゃんもうるさいしさ。なんな、入れたら納得するんやから。なぁ、わかった。わかった。いつも入れとったのにたけるばっかりずるいやん。そうか。このハットドッグのグミうまそう。よし、じゃあ食べよう。わたる、俺もそれ食べたい。え、だけど、いや、俺が食べようとしとったから。お母さん、俺もこのグミ食べたい。どれ。え、これ。あ、もうそのお菓子ないわ。我慢し。でも、食べた今。我慢してないもん。やだ。渡るが持っとんので最後やから。うん。いや、だから俺が食べる。ねえ、もうやめてよ。喧嘩したか。何の。喧嘩やめなさい。俺が一番最初。やめな。喧嘩やめな。一番最初に取った。わたる、ごめんやけど、それ、たけるちゃんにあげて。せっかく食べようと思った。わたる、お兄ちゃんやろ。泣いとるやな。はい、あげて、はい、どうぞ。もう、なんで俺ばっかり我慢せなあかんねん。ふざけんなよ。なんでたけちゃんばっかり。おかしいよ。なんで兄やからって。ふざけんな。もう、ええわ。次行くわ。たけるちゃん、ちょっとニーニー見てくるから、ここでおってな。わかった。じっとしとくんで。もうおらんや。どこ行った。おう、たける、わたる、どうしたん。お母さんは。お母さん。ん、何。わたるが出て行ったのか。ちょっと一緒に探して。え、わたる出て行ったん。探しに行かな、タケル。行こう。なんなん、一体何があった。わたるがなんかわからんけど、拗ねて出て行ってもだから、うん、ちょっと探しに行こう。あ、さ、夜だで、さっき、どこ行ったんや。まさか家出した俺が家の中におるなんて思わんよね。自分だったら最高やない。何よりもいい、うん、他には。ふう、おいしいぜ。ズッキーとは、うんうん、あー疲れたな。どこ行ったやろな。ああ、結構探したんやけどな。ちょっと全然見つからへんで。もう時間が遅いから、とりあえずタケルちゃんをタケルだけ寝かせば、うん、寝かせなか心配。心配やな。じゃあとりあえず、はい、寝よう。タケルちゃん寝るぜ。あ、帰ってきたな。ゲームにも飽きたし、お腹もいっぱいやし、たけるちゃんたちの様子覗いてみるか。
母さん、うん、俺がわがまま言わんくなったらわたる帰ってきてくれるかな。そうやな、帰ってきてくれるとお母さん思うけどな。明日朝またみんなで探しに来な。わたるがおらんくて寂しい。僕いい子になるからわたる帰ってきて。たけちゃんそんなに俺のこと思ってくれてたんや。いけるじゃん。え、わたる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 ごめん、もうわがまま言わへんからもう出て行かんといてよ。じゃあ仲直りの約束をしよう。約束？約束のネバーランド。どういうこと？え？仲直りをしようと言ってんのだ。仲直りしようって。ああ、よかったな。でもさ、わたるどこにおった？めっちゃ探したんやけど。それはこっちだよ。どこに？え、こっちって何？俺実はな、ここにおったんや。え？どこ、こんなとこにおったん？え、なにこれ？実はな、ここの中におったんや。えいいやろ、めっちゃ。うわぁ、めっちゃ心配したんやで。ちょっとこの部屋ちょうだい。え？え？この部屋、もう片付けるで。にゃぁ、あちょっと、なんでやねんねんねん。ちょっと待って、芋虫のように。あ、もう知らん。警察に電話や。最低最低。どうじゃ、帰ってきた。寒い寒い。お母さん、ん、俺がわがまま言わんくなったらわたる帰ってきてくれるかな。そうやな、帰ってきてくれるとお母さん思うけどな。明日朝またみんなで探しに来な。わたるがおらんくて寂しい。お母さん何やったっけ。ケルうまいや。お母さんの顔が面白い。僕いい子になるからわたる帰ってきてや。お母さんの顔面白い。よくする顔や。ハゲルちゃん。え、ハゲル、ハゲル、ハゲルちゃん。わたるごめん、もうわがまが、わがまがだって、わがまが、わがまが言わへんから、わがまが言う、出て行ったりせんといてなみたいな。ちょっと待って、でもあれゴキブリじゃん。ちょっと待って、やめてよ、絶対嘘やろ。いや、ほんまにずっと気になってたやん、あっち見てよかさ。絶対嘘やろ。ここの部屋、ほんま、じゃあほんま、それが気になっとったんや、ずっと。絶対嘘やろ。いや、ほんまやって、見て見て、タケル見てみ。いいで、絶対おらんから。もう最悪、それでおったらマジ最悪なんやけど。はい、なんで。違う、その線の後ろやで。いや、お母さんが見てよ。いや、絶対わーってする気やろ。するわけない。ないで。いやいや、もうわかったから、わかったから。考えとる、生んねんかよ。考えとることはわかるんだよ。ここへ帰って、え、なになに。盗撮してんじゃねえよ。僕は小学2年生タケル。最近面白い写真を撮るのにハマっている。何か面白いことないかな。おお、いつも通りアホ面で寝とるわ。これは面白そうやから写真でも撮っとこう。お母さん、
写真撮っていい？写真？うん。まあいいけど、可愛く撮ってな。うん。お母さんええやん。結構ええで、そのスタイル。すごいすごい。すごいええ顔で、すごいで。そう？うん。スタイルもええし。そうやろ？かわいいで。かわいいで。ありがとう、たけるちゃん。いいで。さすが16歳のお母さん。そう？いいで。もっともっと。すごいで。え、なんかちょっと近い、近くない？近ない？えで？えでえで？えで？かわいいね、センスいいね。ちょっと、ちょっと近ない、だいぶ近なかった今。もうやることがもうロボパパと一緒やん、もうそっくりやな。いいね。ちょっと。ちょっと近いって、もう顔ついてる、顔についてる、カメラが顔についてる。近いって、そっくりやな、親子そっくりやな。いいシワだね。おい、怒るで。逃がさないよ、いいシワだね。ほんま最低、あいつ最低。あー、もうこの顔も飽きてきたわ。お母さん、ありがとう。もう最高の写真撮れてたから、もうええわ。え、ほんまに？まだ100枚ぐらい撮ってもいいで。いや、大丈夫。え、ほんまに？遠慮せんでええで。うん、大丈夫。ほんま？うん。ほんま、ほんなまた撮りたかったらいつでも言うて。うん、わかった。バイバイ。あー、ヨセキは下手くそおばさんしかずねんかったけど。他にいい素材。誰かなー？あいつ赤ちゃん言葉しゃべっとんやん。あいつキモすぎてマジ笑けるわ。面白そうやから動画撮ったろう。あー、おやつおいしいなー。あと一つあげるねー。わたれ。今を撮影させてもらったで。面白いからお父さんとお母さんに見せてくるわ。やめてくれ、それだけはお願いします。やめてください、何もちまつのです。どうしよっかな。分かった、じゃあ敵ちゃんの大好物はこのお菓子あげるから許してくれ。これはこんなものを隠し持っていたと。仕方ない、今回はこれで勘弁してやる。ありがとうございます。つわわ、キモこいつ。こいつただのクソババや。たけるちゃん、え、どうしたの？何？めっちゃ今笑ってなかった？何見たん？いや、なんでもない。え、何見たんや？いや、見して見して。え、何隠しよ、今めっちゃ笑ってたよ。だってお母さんにも見せてよ。いやいや、なんで隠す、お菓子お菓子、なんで隠す。え、なんで、何見とったか言うて。何が嫌だよ。めっちゃ笑っとって、お母さんも見たよ、そんな面白いの。めっちゃちょっとマジでどんな、え、おかしいやん。めっちゃなんかめっちゃ隠してくるやん。どうしためっちゃ隠してくるやん。ちょっと待ってたけるちゃん、これは何かな。たけるちゃん、これは何かな。お母さん、お母様の顔が何か大変なことになってるから、これは何かな。いつもながらアホみたいな顔してロボママが寝転んどるわ。
いつもみたいにアホ近いでだいぶ近いで村川許さんと村川して喋らんと行くで、一斉のはいえ、なんて無能かしらけた感じだしらけた感じ、もうええわみたいな感じ写真撮り続けてなあ、笑ってもっと無能か、ここは笑ってもっと絶対笑ってもやってこの顔は顔のせちゃういてこれそれは笑ってもらっちゃう、ちょっと見せてよちょっとそれ押してよ、それ押してよなんなんそれ全然見せてよ書いてこれは笑ってもらっちゃう渡る見せてあなたの鼻の穴取ったんちゃうやろな笑ってあかんやん鼻の穴取ったんちゃうやろなあかんやめてごめんなさい鼻毛が見えるな最低やめて最低かも笑ってももう終わらへんやんか笑ってもなんで笑う要素どこにあるいじってありまーすありがとうございますなんか言うてきなさいよなんか言うてきよ最後まで見てくれてありがとう他の動画も見てね